世界中の皆様こんにちは、コパブンです。おいさー今回ですけども川口湖に来てます。で最近、童貞やらドル側やらちょっとふざけた、動画が多かったんで、今回は、真面目に川口湖を走りたいと思います。で川口湖の、裏山っていうのかな、川口湖浅間神社っていうのがあって、そこに天空の鳥居というものがあるので、ちょっと結構絶景スポットらしいんで、ちょっとみんなでそこに行きたいと思います。で、心を清めて、参りたいと思います。で今日のメンバーはいつもの、はい、静岡の爬虫類王とお米なし匠です。皆さん本格的になりました。新車みたいです。では行ってまいります。皆さん道子で行きましょう。はい、行きましょう。はい、ではレッツ川口湖は続くよどこまでも。はい、出発行きましょう。出発です。お願いします。無事故無違反で。はい、場所は大体わかりません。僕とりあえず神社行ったらわかるんじゃないですか。神社に行ったら、この神社もちょっとよくわかんないですよ、場所は。いやーすごーい。いやーすごい眺めです。もうちょっと待って、この浅間神社なのかな。ここっすか。え、あ、ここが駐車場。浅間神社の駐車場か。神社の入り口です。行きます。自転車降りた方がいいのかな。またいいのかな。まあここ参道だからね、自転車降りた方がいいのかな。ここ左ですよね。これですかね。山登りですよ。いやー結構な登りだね。い
勢で行ってきた。こんにちは。どうも。あ、いっぱいだ。好きだった。ああ、死んだ。あ、とりあえず休憩です。景色はいいけどね、富士山もいて。ああ、疲れた。山登りやばい。あと半分以上あるみたいなんで、ちょっと頑張ります。頑張りましょう。はい、では。行きたよ。見つけたよ。あれ、和江さんはいないじゃん。まだ上ですか。死んだ、やばい。何ここ、あ、いたいた。あ、ギブ。あ、死んだ。皆さん到着しました。富士山。ゲロ吐きそう。到着しました。到着しました。すごい疲れた。見てみんな、この景色やばくないですか。これはやばい。本当にすごい。こっち行くと川口湖見える。もちろん。あ、本当だ、川口湖見える。あ、ちょっと近くまで行ってみましょう。キャー、すごっ。
めちゃくちゃすごっ。ではすいません、はい、見てすごっ。難しい、これやばいしょこれ、すごっ。めちゃくちゃ綺麗です。川口湖浅間神社ですの溶廃所っていうところです。ここは富士山がご神体らしいです。すごっ。じゃあ記念ビアンキと一緒に写真撮りましょう。あー、ここいいね。ここここいい、いいよ。ありがとうございます。はい、記念撮影もあり、目的地の川口湖浅間神社の溶廃所到着しました。疲れたよ。疲れました。どうでした？もうくたくた、くたくたです。もう山の坂がすごすぎてもう足パンパンでした。パンパンです。本当にもう景色はとてつもなく良かったです。本当に。富士山も。富士山も。本当にすごいいい場所でした。絶景でした。よかったら皆さん。来てね。川口湖来た時には、ここ、川口湖浅間神社溶廃所、来てみてください。来てね。じゃあ次、もう、帰りましょう。はい。ほうとう食べて帰りましょう。帰ろう。ほな、バイバイ、バイバイ。またね。